不思議な人ですね。多分分かんないところにいる人なんだろうなと思って。私の中ではやること言うこと全てが真似したいって思う教科書。野口みちろう、16歳から今日まで空手をやりました。先生から教えてもらうことはとても分かりやすくて、でもやっぱりこんな人なんだとか簡単に分かれない人、静と動、技の緩急、五十流空手道。空手はマイナーなんですよ。28歳の時に空手を自分自身が続けるためにも道場を持って人に教えるのがこれはいいかなと、そういうことで自宅を改造して自宅道場を作りました。自宅が道場ですからね。うちは子供を全員3歳になったら空手をやらせました。運動神経が良くなかったので最初はいやいやで始めたような形になるんですけども、野口家でご飯食べていくためには空手をやらなければいけないという家訓がありました。はい、空手女って言われてたんで、強い女がすごく嫌で、学校の中とかでもこうちょっとこう自分を偽るというか、もっと本当はバレリーナとか女の子チックになりたかったんです。でも中学生ぐらいになったら今度は逆で空手が必要だった空手をいろんな子がこう習いに来てるんですけども、例えば体力作りのために来たとか、いじめられっ子で強くなりたいって言って来た、そういうの全部ひっくるめて地域空手道だと思ってますので。先生が空手を始めたきっかけは何でしょうか？強くなりたいってことだったんですね。強い男になりたいと。世界で一番強いって証明してみたいから。30年も続けてられる理由は何かあります？いや、理由ですか？初めて聞くんですよね聞かれたことないです。そうですね、好きじゃないとできないですね。
旗っていうのは基本中の基本で技として使えるための準備体操みたいなもんですかね。四方八方に敵がいて、それを想定して技を受けたり攻撃したりと、そういうのが空手の型。動きを型で練習をしといて組手で使う。空手でまず一番大事なことは目です。目、目の前にパッと立たれて先生にカッて見つめられるとやっぱちょっと心の中でちょっとすくむ自分がいて、怖いんです。怒ってない目、なんか怖い感じ、目つきが怒ってないのにグッ。ああいう風になりたいんですけど、なかなかなれなくて、行き着きたいところなんですよ。成人三鎮入り。なかなか見れないから、私もたまにこうやって見ると目の奥に焼き付けるように気をつけて、このやってる方を。本当はああいう風になりたいんですけど、なかなかなれなくて、こう多分素人の方が見るとそんなにこう多分わからないと思うんですけど、私たちから見るとそのこの中の練りがもうすごくこう行き着きたいところなんですよ。さっきやった私の型とかでもそうなんですけど、こう多分素人から見るとこう大きく動かした方がこう綺麗なんだけど、会長とかはこの大きくじゃなくこの中をこう使ってる感じ、この中でね、それが豪樹なんですよ。だからそこに行き着きたいので、ああいうの見るとあなりたいって思います。戦没者を追悼し、平和を記念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦において今75歳ですけど、その戦争の終わる2年前に生まれたんで、小学校中学校なんてのは本当に貧しい時代だったですね。新聞社にいたんですよ。で新聞社でいて、活字を一本拾う活字拾いだったんですよ。それが自分にはぴったり合ってたんですよね。だけど自分でね、限界ってのを感じたんですよ。コンピューターの講習を生かされたんですよ。自分もうちんぷんかんぷんなんですよ。それを会社に来て、みんなは後輩に教えなくちゃなんね、そういう立場にいた。でもうピタッと辞めちゃったの。なんで辞めんだとかなんとかって、俺空手でやっていきたいんだって。で空手ってまだそんなね、空手で飯食えるかどうか分かんないのに子供いっぱいいてね、ちょうどこれから金のかかる時にね、どうすんだと。だけど自分に挑戦してみたいと、自分的にはちょうどいい年代だったと。野口さんがそんな会社辞めちゃってね、大変でしょって言ってた頃、俺は頑張ってた。強くなりたいからね、ママにね、入りたいって言った。オリンピックに出たい？うん、出たい。出て優勝したい。なんかドキドキして、
すごいドキドキして、あれ強い人とかいないかなって。自分も上を見つめて空手をやってますから、まだまだ伸びると、ね。空手は自分の夢、空手道。